こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日は2020年6月7日日曜日ですが、昨日の6月6日、私の住む山梨県において66人目の新型コロナウイルス感染者が確認されました。この66人というのは全国的に見たらとても少ない数字ですが、6月6日の満月に66人、6666って、これは反キリスト者、フリーメイソン、黒貴族、地球支配者、悪魔からの挑戦状だと私は思いました。6というのは7に1つ足りない不完全を表したり、旧約聖書歴代第一20章の中には、ガトでまたしても戦いが起きた、そこには手と足にそれぞれ指が6本あり、合わせて24本の指がある巨人がいた、その人もネフィリムの子だった、というくだりがあったりと、オーメン666なんていう映画もありましたが、悪魔たちが好んで使う数字です。しかも今回は満月の日の6666。6666って、お前66首かよ。お前誰に挑戦状出してんだよ。100億年、いや1光年早いわ、と私クララは思うのですが、彼らは気づいていませんが、悪魔の本性は寄生虫、月のようにいつも太陽の裏で、ゴキブリやネズミのように人が静まってからこそ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 その姿を見せないように細心の注意を払ってしか行動ができないのです。それは光を恐れているからです。その光とは昨日の動画では説明しきれていませんでしたが、それは太陽ということではありません。太陽や月がこの世界に創造される前から存在する神の光のことです。この神の光は永遠の光ですが、光のような太陽にも寿命があり、それはいつかは消える儚い光です。私が個人を霊視鑑定する際、この霊的原因を暴いた時点で悪霊は敗北、私はサタンに勝ってきたという経験を積まさせていただいてますが、こちらからその正体を暴くならまだしも、自分からその存在をちらつかせたことで彼らは負け、アウトです。どうぞ6本指のふるさとの星へお帰りくださいませです。私の住む塩の山のある山梨県甲府盆地は、6本指のおかしな宇宙人だか悪魔が来る前の平和な縄文の時代、全世界の中心、花の都、エデンの園の大都市でした。お前その神の国の都によくも666なんていう挑戦を出してきたな。お前たちはこの落とし前を自分たちでつけなければならない時が必ず来る。私たちの体内に寄生する寄生虫も悪魔の手先で、私たちの恐怖心を養分としています。だから何があっても、どんなことが起きても、意地でも絶対に怖がらないこと。大和なでしこをなめんなよを合言葉に、悪魔をかかとで潰してグリグリしちゃいましょう。それでは今日はこの辺で。またね。バイバイ。